今回はお茶の祭典ルピシアグランマルシェにやってきました。ルピシアのお茶が試飲し放題、割引価格で購入できるお祭りイベントです。岡山での開催は2019年ぶり。入場して一番に行ったのはレストランです。昼時は大混雑するので、午前中のうちにランチを食べることにしました。今年は券売機が設置されていて食券制になっていました。ルピシアはニセコに本社があるそうで、ニセコのレストランの料理がここでいただけます。見た感じカレードリアを頼んでいる人が多かったですが、私たちはルーローファンにしました。それとアイス、ほうじ茶の鬼の焙煎、これチョコの味もします。ほうじ茶とチョコって合うんですね。美味しかったです。連れの人はオルツォーノにしてました。オルツォーは麦のお茶で、これも美味しかったみたいです。食べた後はお茶を試飲しました。たくさんの種類のお茶が飲み放題です。グランマルシェ限定のお茶もあります。チャイは実演タイムがあって大人気でした。お茶だけでなく、お茶菓子も充実していて、お茶菓子コーナーは変わったものが割と出てくるので、毎回楽しみにしています。ニセコのレストランの冷凍販売もあります。連れの人は弁当というのを買って夜食にするって言ってました。お茶の道具も売られていて、小さい急須が気になったり、タンブラーが気になりましたが、考えてみたらこの類家にいっぱいあるなと思って買いませんでした。でもこのティースプーンが可愛くて買っちゃいました。レジは電子マネーが使えるようになっていました。レジに並ぶ前にショッピングバッグから入れ物に移してレジに持っていくようになっていて、混雑が回避されるように対策されていました。現場からは以上です。こちらは5000円以上買ったのでサービスでもらいました。1万円以上買ったらもっといいものがもらえます。帰りにカフェに寄りました。ここのケーキ気になっていたのですよ。シャインマスカットのケーキにしました。マスカットの中ではシャインマスカットが一番好きです。甘くて皮を剥かなくていいですから。コーヒーも美味しかったです。グランマルシェの戦利品、これは入場口でもらったハンドタオルです。わざわざ岡山仕様のデザインになってて凝ってますね。そして購入したものです。今年はコーヒーも飲むので量をセーブしました。その分どれも飲みたいものばかりです。飲むのが楽しみです。